恥ずかしい？うん、全然。オッケー。行く？暗くない顔。大丈夫。こんな暗くていい？せーの。さあ、始まりました。少々量チャンネル。翔太です。ようです。少量です。今日は、うん、なんと、100回記念です。すごいね。うん、もう100回。で、それで、うん、まあ、お祝いというか、一緒に、うん、冬のね、イルミネーションを見に行こうと思います。ね、行ってきます。行ってきます。はい、というわけで僕たちは恵比寿にあるガーデンプレイスにやってきました、うん、すごいね、イルミネーションが、ね、いろんな人も多くて、うん、なんかもう今月の頭からスタートしたらしくて、うん、ここのイルミネーションが、うん、なんで早速やってきました、うん、ちょっと入ってみたいと思います、はい、思います。すごいね、クリスマスっぽい。上行く。恵比寿ガーデンプレイスって俺初めて来たかも、うん、大丈夫、ありがとう。なんかさ、付き合う前のさ、なんか告白する告白しないみたいなさ、そんな感じじゃない？そんなこと。いやでも動画もこれで100回だ。うん。100回って感じ。うん。まだまだだけど。そうだね。でもなんか、うん、早いっちゃ早い。早かったよ。だったね、楽しかったし、ね、YouTube 始めて、うん、1年、うん、ちょっとか、うん、まあ翔太が頑張ってやってくれたし、翔太が一緒に翔太とやれたからずっと続けられたっていうのもやっぱあるよね。だって最初に翔太がさ、なんかやろうって言ってくれなかったら絶対やってないし、やっぱ初めてさ、いろんなところで撮影したりとかして、いろんな動画撮ったりとかして、うん、やっぱり新しくさ、なんか出会った人とかもたくさんいて、そうだね、うん、やっぱ翔ちゃんとやれたからこそか、うん、去年のさ、なんか披露宴のところに、翔ちゃんさんからさ、プロポーズされたじゃん。ちょっと俺からもしたいなと思って。プロポーズっていうか、まあ俺からも。翔ちゃんがいるから、毎日楽しいし、仕事も頑張れるし、YouTube も頑張れるし、これから先も、まあ今回100回目の記念の動画になったけど、これから200回、300回さ、一緒に撮り続けていきたい。これからも末永く僕の隣に来てくれますか。
石油と。あすごい。いいタイミングだったね。うん。天井も。あ、ちょうど終わっちゃったな。こういう演出があるんだ。すごい綺麗だね。本当グッドタイミング。帰ろうか。帰ってご飯食べよう。すごい綺麗。綺麗だったね。僕の旦那さんです。僕の旦那です。また来ようね、うん、来年も再来年もずっとね。帰ってきました。帰ってきましたね。綺麗だったね。綺麗だった、うん、お腹いっぱいになったね。ね、帰ってきてご、お風呂入って、うん、ご飯食べて、うん、まったりモード、うん。まあ、こうやって100回を迎えられたのは見てくれてる方たちがいるからこそだと思うし、まだまだやっぱり上のね、もっともっとあの何すごい人いっぱいいるのから全然まだまだではあるんだけど、これからももっともっと頑張っていかなきゃなと思ってます。はい、頑張っていこうね、うん。というわけでですね、うん、まあ、今回100回記念っていうのと、うん、あと先月の31日に翔ちゃんが誕生日だったっていうのと、あと僕たちがね、うん、パートナーシップ宣誓をして1周年だっていうのと、うん、もろもろ含めて、うん、乾杯をしたいと思います。ありがとうございます。あ、いろいろ、うん、乾杯。乾杯。あ、美味しい。美味しい。美味しいね、うん、飲みやすい。ああ、これからどんな動画作っていこうかね。まあでも、いろいろ。まあやりたいこともまだまだたくさんあるしね。あるいっぱいある。うん。うん、びっくりした？さっき。いや、嬉しかったよ。さっきのやつは、うん、びっくりした。びっくりした。恥ずかしかった。まあね、まあでも、恥ずかしかったけど全然、まあ、結構周り人いたもんね。いたけど、うん、でも全然平気というか、うん、うん、俺もそんな気にならなかったから、うん、そう、うん、普通に腕組んで歩いたりとかしてたよね、うん。まあ、カップルがさ、うん、デートに行くような場所に行けるっていうのは、うん、いいよね。そうだね、うん、堂々とこれからもしていく、うんうんうん、というわけで、はい、今後も僕たちの動画をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、これからも僕たちの動画を応援してくれるという方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。100回おめでとう。